シドニー上後雲は、節足動物バサミカクアモンク,モモク、ジョーゴグモ木、上後雲蛛科に属するクモの一種。和名は、上後雲蛛共通の特徴として、ロート状の巣を作り、シドニー周辺に生息することに由来。体長は40ミリメートル前後であるが、身長状態の不足を含めた寸法は100ミリメートル近くに達する。体全体に占める東京部腹部の割合が大きく。 また太い角腐足や腹部に肛毛を備えるため、タランチュラに似た趣向きと良感がある。体色は青みがかった黒。体格的には、メスの方がより大型であるが、オスは、牙が大きく、よく全2本の足と牙を見せつけて威嚇する。オーストラリアの主要都市シドニー周辺。国産、ジョーゴグモカと、同じく、臨床の倒木、岩石のもあるいはそれらの隙間等に、 自らの発した糸で、ロート状の巣を形成する。相対的に夜行性であり、暗い環境で活動する。昆虫等を、他の接触動物、さらに小型の爬虫類、哺乳類なども捕食する。本種は、毒糸グモや黒毒シボグモなどと並ぶ、最も危険な毒蜘として知られており、すべてのクモの中でも、最強の毒蜘と呼ばれている。 毒の成分は、共産性のロブストキシンで、自死性である。1950年代までは、血性が存在しなかった。心臓にアナフィラキシーショックを与え、放置すると死亡する例も多く、現地では、恐れられている。有種ともこの毒を持つが、特にオスの牙は、非常に鋭利で、硬く、人の爪を貫通するほどの威力を有すると言われる。12月から1月にかけて、 メスに比べ小型なオスが現地の人家にも侵入することがあるので駆除されている。この毒は人間や猿といった霊長類や生後感もないマウスには効くものの外敵であるトカゲや鳥だけでなく餌とする昆虫類にも効かないことから毒を保有する理由は未だ定かではない。しかしながらゴケグモ族においては毒の目的が防衛用として用いられる傾向が見られるため 防御用ではないかというのが通説である。本種を含むアトラクス上ゴグモ族は、全種が特定外来生物一時指定種であり、日本国内への持ち込み、裁捕遺書的採放流、運搬、蝶と、使用が原則として禁じられている。一方、本種は、人の生命、健康に危険を及ぼし得る動物であるが、肺呼吸の脊椎動物ではないため、 特定動物には含まれない。なお、現在は、シドニー上古具模様の結成が作られている。ありがとうございます。